さてと。俺だ、サンクレットだ。伝えておきたいことがあってね。ええ、わかりました。何か動きがあれば連絡しましょう。それはそうと、サンクレット。時折、あなたを訪ねて女性の方がいらっしゃいます。いかに応じるべきでしょう。なるほど。無難にですか。なれば、答えはレブナンツトールにありと伝えましょう。あなたの思い人、あるいは旧敵は北方にありと。己の過去に勝りし敵はなしと申します。夢夢、お忘れなきように。それでは。我々は東方のドマからやってきたものだ。どなたか、この国の王がどこにおわすか教えてはいただけぬか。Thank you.
我が名は夕霧。我らは東州オサード小大陸の辺境都市ドマから海を越えて逃れてきた。逃れてきた。あまり良い言い回しではないようだが。我らの故郷ドマはガレマール帝国の属州だった。無論望んでそうなったわけではない。少し前の話だ。帝国内で次期皇帝の座をめぐり内乱が勃発した。我らはそれを好機と考え反乱を起こしたのだが、そう、敗れたのだ。私はドマにいた同族を隠れ里へ逃がした後、残った者たちを先導しエオルゼアへと落ち延びてきた。まさか。ああ、ご想像の通り。この世にはすでにドマという都市は存在せぬ。帝国による粛清により文字通り滅亡したのだ。ではあなた方はこの国に難民の受け入れを求めているのか。そうだ。先ほどの港町ベスパーベイと言ったか。あの港の沖に商船に偽装した大型船を停泊させている。難民たちの多くは帝国への反乱に参加した者とその家族。我らはその代表として交渉に来たのだ。どうにかこの国の王あるいは権力者に談判できればと思い、このウルダハまでやってきたのだが、門前払いを食らっていたところだったのだ。違法の民がこぞって王宮に押しかければそうもなろう。だろうな。そこは浅はかだったよ。ドマを脱出してからというもの、ろくに食事も取れず、船の中には大勢の子供たちもいる。焦っていたのだ。それにここに来るまでの間、我らと同じような難民らしき群衆を見た。どうやらこの国もいろいろと複雑な事情らしい。なるほど。事情は理解できた。我々にとってもガレマール帝国は敵だ。いつあなた方と同じような境遇に陥るとも限らない。私が王宮に取り継いでみよう。結果までは保証できないが、話くらいはできるはずだよ。それは本当か。任せてくれたまえ。こう見えてもお偉い方には顔が利くのでね。かたじけない。助かる。しかし夕霧殿、あなたは随分と変わった身なりをされている。それにこのエオルゼアでは見慣れぬ種族のようだね。この格好については無礼を許してほしい。姿形が異なる者が現れればいらぬ騒ぎを呼びかねない。そうした経験があるのでね。我らは助けを乞う身。この地に不要な波風を立てたいわけではないのだ。なるほど。それは賢明な判断だろう。無礼だなどとんでもない。気にすることはないよ。理解と心遣いに感謝する。では私は早速ラウバーン局長に話をしてこよう。しばらくの間この方々の面倒を見てやってくれ。
会談に応じていただき感謝いたす砂の女王。本来ならば東方ゆかりの品々を持参し礼を尽くすべきところ。しかし落ち人たる我らには富も時間もありません。無礼を承知で嘆願させていただきたい。我らドマの民をウルダハに受け入れてくださらぬか。ウルダハ第十七代国王ナナモールナモである。夕霧と言ったか。まずは楽にされよ。アルフィノより話は聞いている。何でもガレマール帝国に祖国を滅ぼされたというが。さようです陛下。帝国は現在次期皇帝争いを起とした内乱の渦中。内乱の影響は帝都をもちろん辺境にまで及んでおります。我々ドマの民はその混乱に乗じガレマール帝国からの独立戦争に挑んだものの敗北。従属か滅亡か帝国は見せしめに我らの都を焼いたのです。貴公らはドマからの船で海を渡ったという。難民の数はいかほどだろうか。商船に偽装した大型船が一隻。その戦争には200を超える同胞が身を寄せ合っております。ただし我らもドマから逃れた船の一隻に過ぎませぬ。こちらで受け入れていただけるようなら可能な限り同胞を呼び寄せたいと願っております。無論ただでなどと都合の良いことは思っておらぬ。我らを兵や働き手として使って構わない。どうであろう査活衆の方々。いい提案ではないか。第七零歳からこっち復興やら開拓やらで人手が不足しているのは確かなのだ。彼はミラージュトラストの総帥テレジ・アデレジだ。ウルダハ金融界を牛耳っている男さ。異国の民だ。法の整備は必要になろうが、それを前提とした上でも受け入れを検討してよいのではないか。残念ながら賛成はできかねますな。なぜです、ロロリト殿。現状を見よ。霊災難民とアラミゴからのルミンですでにウルダホは溢れているではないか。しかもそのほとんどはすでに5年以上も居座ったままだ。不滅隊が打ち出した難民救済策により難民に支払う援助金は増える一方、かつて黄金都市と呼ばれた面影もないほど国庫の状況は逼迫しておるではないか。とてもではないが異国の民など受け入れる余裕はない。それに近頃は難民による犯罪も増えている。テレジ・アデレジ殿にも報告が上がっていよう。難民の多くは職を持てず悪事に手を染めている。今や不滅隊と同人団を回しても検挙しきれぬほどになっているのだ。彼はロロリと東アルデナード商会の会長で100億ギルの男と言われるほどの富豪だ。査活衆における事実上の最高権力者だよ。ロロリと、いくら財政が逼迫しているからとはいえ夕霧の一団くらいの受け入れは可能なはず。犯罪に関してもきちんと法を引き直し。これはこれは面白いことを申されますな、ナナモ陛下。その法とやらいつになったら王党派から提示していただけるのです。
アラミゴからの難民がザナラーンに集い何年になります。あの時もほうだほうだと言いながら結局は放置同然にリトルアラミゴを渡しただけではありませぬか。口が過ぎるぞロロリト殿。しかし人は宝だぞ。将来的にこのウルダ派を強くする礎となるやもしれん。労働者としての受け入れを再度検討してみるのは。だからテレジア・テレジ殿はぬるいと言われるのだ。人や金は国の柱だ。国の礎は堅固な統治に他ならない。今必要なのはウルダ派を強くする礎だ。風化した礎に柱を立てたところでウルダ派を強くすることなどできようか。そういえばテレジア・デレジ殿、最近はプラチナ・ミラージュも売り上げが振るわないようではないか。安い賃金で難民をこき使った結果質まで落ちてきているのではないかね。双方落ち着かれよ。では採決を取りたい。ドマからの難民を受け入れるか否か、受け入れに賛成の者はこの場に残り、反対の者は退出していただきたい。すまぬ夕霧よ。この国では王の力などこの程度のものなのだ。王権は弱まり、今や鎖葛衆の合議なくして国は動かせぬ。わらわが不甲斐ないばかりに。いえ、ナナもウルナも陛下、ご検討いただいただけでもありがたき幸せ。しかしロロリとのやつめ腹立たしい。リトルアラミゴの現状は陸路による東方貿易を放棄したやつの責任もあるではないか。遥か遠方から必死の思いで来たのだ。何とかしてやりたいのだが。ようやくグランドカンパニーを軌道に乗せたというのに、この国は未だ一つになりきれてはおらん。共和派、いや、ロロリトが力を持ちすぎている。このままではいずれ。すまない、内輪の話だな。一旦外に出るとしよう。